こんにちは。今日は韓国に来たら透明マスクというものがなかなか打てなくて、なんか大変だということで、手作り透明マスクを安く作る方法を考えた結果、まあ再利用といえば再利用ですけど、やってみます。いいこと考えたな。こうやって取っちゃって、いいこと考えたんだよね。これでこうやってやってここにこうやってやればいいんだよ。それは透明マスクじゃないじゃん。透明マスクじゃない、ただのマスクみたいなやつで、透明マスクの代わりっていう。まず必要な準備するもの、作るための必要なもの、これなんていうの、透明パイル、透明の、こういうね、よくあるでしょ、エポ用紙入れるパイルね。ちょっとパイル貸してください。パイルの1枚用意しましょう。そしてもう一つはマスクです。今マスクこれちょっと作っちゃったから、マスクね、1枚マスク、普通のこういう、こうやってこうやってやりますよ。こうやってやって、こうで、ここが上ですね。うん、そのマスクに今もう作っちゃったから切れてますけど、このマスク、こういうマスクを一つ一枚必要ですね。そしてそれをくっつけるためにこの両面テープが必要です。まずね、これもう一個作りたい。このフィルムにこういうふうに顔をかぶしますから、自分の顔の形に、こういうふうに丸く切ってもいいし、自分の鼻から口までね、羽織るようにこうやって、ある程度大きい方がいいかもしれないので、これもう一個ある程度大きさをね、これもう一回使いたい。これめっちゃちっちゃく切って、私これ使ったし、これにこうやって、あれ紐じゃなくてそれにしようかな、やっぱって思って、その方が楽ちんかも。あ、でもその方がいいか。それでこの、切れた部分ね、切れた部分にあるところを、ここに切ったところを両面テープに、そう、両面テープにくっつけて、こういうふうにくっつけますね。そう、両面4本ともね。そしたら耳にかけるのは便利です。簡単で、サイズは自分のちょっと長さとか合わない場合はサイズをね、つけてくる。だから横はこれ普通のマスクのね、残ってるんでしょ、こういうふうにね。だから家にあるものを再利用でもいいし、まあ近くで買ってもいいですね。難しくないし、本当にもう塗る必要もない。なんか両面テープでくっつけて完成って感じの、何か、スピーチとか、例えば私の場合は歌う時とかも使いたいなと思って準備して、作ってみたらできた。ちょうどこの線をね、使って少し立体的になりますから、これでよーし、オッケー、ピンポンピンポンバーダル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 チェイハルカチェイハルカシュ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 マスク、手作り透明マスク、ショー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 。